あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。なんか一段と暗くなったような気がするけど、雨降りよるけんかな。よいしょ。ということでここびっくりマーク出とるけんやっていこっか。あゆなよ、恐ろしいことが起きてしまったの。わしの言葉を覚えておるか。病と戦うことは死以上に辛く苦しいと。すまぬ、今このような話をしても仕方がないの。ふんふん。何？あの病気に心当たりはないのかじゃと。ないと言えば嘘になってしまうの。お主も覚えておろう、我が弟子ウルスの名を。あの病人の人らもみんな名前言いよったよね。そう、あのおぞましい病の患者たちも口にしておったのじゃよね。おそらくあの病の原因を作ったのは我が弟子ウルスであろうと思う。実はのアユナ、ウルスは遺跡の奥地で今も生きておる。そこでのお主にウルスの元へ行き、あの病について話を聞いてきてほしいのじゃ。あの地に行けるのはお主しかおらぬ。アユナ、苦労をかけて悪いが頼まれてくれ。ウルスは今固く心を閉ざしておる。わしのこの手紙を持ってウルスを訪ねるのじゃ。元老はの手紙を手に入れた。コンパスに目的地が表示された。お、今回はそのウルスに会いに行くのか。なんかなんやろ、結構ボス的な感じかと思ったけど、さらっと会いに行ける感じなんやね。じゃあ旅立ってきまーす。ほい。ってことは、まあ、さらっと会いに行けるとはいえ、もうそろそろボス戦が近いということかな。これがボス戦じゃないよね。あの前のさ、元老は様っていうのも結構気になっとるし。てか元老は敵なんかなってあの時一瞬思ったんやけど、でもあれはね、弟子のせいで、きっと、みんなが病気になったのだろうということは認めとるわけよね。弟子に全てをなすりつけて、実は自分が黒幕とかいうことはない。元老は超怖えみたいなことはない。これ途中から急激に足場深くなったりせんよね。ちょっと足場よいしょ、ちゃんとこういうとこ渡っていこっか。じゃないとちょっと怖いね、いきなり。あ、でもほぼ水なんか。いきなりなんかドボーンとか行きそうやん。あの場所はただの小屋か。結構遠い感じかな今回。やばいね。これ登っていく？登るの？登らなくてもこっち、とりあえずこっち行けるのか。ん？とりあえずこっち行けるって言ってもまあ、上には登るんだな、やっぱり。そうそう、ここの鍵もなくて気になってんだけど、あれ？ん？ここまでしか来れない。あ、そっか、そこくぼんでるのか。ってことはやっぱり、この白い崖を登っていかねばならんということかな。よいしょ。来た。よいしょ。焦った。落ちるかと思った。なんかさ、ピコーンって言わんかった。言ったよね。とりあえず薬草のとこに合わせてこう。んでこっち？あ、まだまだ向こうじゃん。ちょっとこの白いところ渡っていきよろ。ちょ。あ、もうなんか高所になったらキメラがいっぱいいるよね。あ、びっくりした。撃たれるかと思った一瞬。へいへいへい。ん？今のは別の場所から？こいつが唱えたの。んで？あっちだ。もう下に降りといた方がいいんかな。こっちから降りたんでいいんかな。あ、またキメラ。キメラは高いところが好きなのか。あ、やっつけてない。回復。回復しやがった。へいへいへい。やっつけとこう。ちょ、こっち来いよ。回復。待って、向こうからも来たよ。向こうからっていうか、こっちから来たよ。
はいはい、回復したところですぐにやられるんだよ。よいしょ。あれ？もしかして。あれじゃない？ぽいよね。ほらほらほら。あれ遺跡なの。お。あ、怖い。あそこのツタを伝えばよかった。シャレじゃないよ。う、ダメージを受ける。あそこね。敵とか急に出てきたりせんよね。あ、大丈夫だ。ん？話す？あ、足元に人。返事がない。しかし、得体の知れない力を感じる。ただの屍ではないようだ。え、返事がない。ただの屍のようだじゃない。これもやない。得体の知れない力を。なんかみんな倒れとるよ。ほら。この人だけ動きよる。これ何？古い紙に走り書きがある。病に打ち勝つために治療への協力者にここに来てもらった。人間たちは病気が治せるとは思っていない。必ず死ぬと信じ込んでいる。とても悲しいことではあるが、ここに至ってはかえってその方が。かえってその方が？文字がかすれていてこれ以上読み取れない。アイナは紙をそっと地面に置いた。これも。古い紙に走り書きがある。なぜだ。どうやってもうまくいかない。やはり病に抗うなど無駄なことなのか。ウルスが書いたってことかな。最近書かれたもののようだ。書かれた文字はここで終わっている。これも読める？びっしりと。何やら病気の治療法に関するメモらしい。見ているだけで頭が混乱しそうだ。アイナは紙をそっと地面に置いた。うん、私には理解ができない頭のいいことを書いているということだ。誰だお前は。もう全ては終わったんだ。放っておいてくれ。全ては終わった。元老は様。私は、ゲホ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 。え？誰も信用するものか、手紙か。え、なに、この人自体も病気になっとるってこと？はい。元老は様。ちょっと待ってね、怖いから。おう、これは元老は様の。私はとんでもないことをしてしまった。すべて元老は様が正しかった。人間ごときが病を、死を超えるなんて、おこがまし、ごほ、ごほ、ごほ。このメモを元老は様に、そこに手がかりが、ごほ、ごひゃ、ごひゃひゃ、うわ、やばい感じやん、これ。なに、狼男ですか。うげげ、うは、うげげげげげ。うわい、怖いって。え、はてなはてなはてな。ウルス様って言う。はてなはてなはてなって思いっきり腐った死体じゃないの、違うの。えい。ちょ、キー邪魔だな。あ。何、ドラキーまでいるし。邪魔だよ、こっちで精一杯なんだ。うわ、びっくりした、倒れた。倒したのか。ちょっと溜めてるの、力溜めてるの。見てわからない？は、ちょっと。力溜めてるって言ってるでしょ。は、眠った。あ、よかった。キメラまでいるじゃないか。間違えた。は、暗くなってきたし、暗くなってきたらゴーストまで現れるんだよ。ん？あとキメラだけ？キメラ、君はイベントにはきっと関係ないんだ。うわぁ。うわぁ、あいついるじゃん、まだ。あれがウルス？おぉ。やめてよ、何？いかにも毒っぽい感じの。いや、待ってって。じゃ、どこよ。俊敏だな。お。てやぁ。うおぉ。いや、結構なダメージよ、それ。てやぁ。結構なダメージだって。待ってよ。は、迫ってこないで。なんかいろんなもの壊れてるよ。稽古着が壊れただと？初めて木の飾り床を手に入れたけれども。ちょ、待って、体力。これバシバシやった方が早いんじゃない？ほらほらほら。イエーイ。ぐおー、ぐわー。ありがとう、アユナ。助けてくれて。背中越しに語る。これを元老様に。
生命の木を世界中を探すんだ。ウルスの手紙を手に入れた。うわ、びっくりした。倒れてくるかと思った。なんかいろいろ木の椅子を手に入れたよ。初めてメモも手に入れた。初めて木の、ちょっとちょっと待ってね。キメラの翼、拠点に帰ります。そうだよ、夜になったからゴーストが。はい、到着ってことで、ちょっと先に寝とくね。みんな寝てるし。ほい。おはよう。てかあれやね、ウルス思った感じと違っとった。なんか思った展開と違った。私ウルスってすごい悪いやつやと思っとったらさ、病の研究を。あれ、元老はいないの？寝てないの？なんかさ、悪いやつで普通にどこにいたの？ね、人類を滅ぼそうとしよんかと思ったら、病の研究をしよったのに、それが失敗したっていうことみたいやね。優しい人だったのか。おお、戻ったか、アイリナ。顔が埋まってる。して、どうであった？こう、こう、こうだったよ。そうか、ウルスが。アイリナよ。かつてワスウルスは、この地の病を根絶すべく、研究に明け暮れておっての。しかし、物を作る力を持たぬわしらでは、何をやってもうまくはいかなかった。あれかな、元老和様で腐った死体たちが言えるのは、ウルスが元老和様、元老和様って言えるけん、その口癖がずっとあったってことかな。そして、ウルスは常に病ではなく、死そのものをなくそうと考えたのじゃ。そう。あの生贄の病は、ウルスが人間が作り出したもの。人のおごりが生み出した負の産物なのじゃ。もともとはどういう病気やったんやろうね。何を治そうとしたらあんなことになるんだ。そうであった。アイナよ。ウルスからメモを預かってきたのであろう。わしに見せてくれんか。ほい。これってもしかしてテーブルの上に置いてあったやつかな。違うんかな。ふん。これはウルスの新しい薬の開発記録のようじゃな。あまり気乗りはせぬが、解読してみるとするかの。気乗りせんのかーい。まあ今回はこの辺で一応終わっておこうかな。よいしょ。はい、ということで今回はこの辺で一旦終わっておこうと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかここで看病しよった患者さんもそうやし、ウルスもそうやけど、なんか悲しいよね。一生懸命やったのに、ちょっと今いいこと喋ってんだ。